由良会長とね、その人見てますか。いやー、さすがにこれだけ言うわ。まあね、言うわって言ってね、まあもうこれだけにしようかな。もうアンチのねコメントは一切返信しませんっていうかね、今まで来たアンチって意外に優しいアンチだったんですよ。働けとか言って、まあ、それムカついたからそいつにね150個くらいコメントでね、しりとり送ったり意外にチャンネル登録しますとか言ってくれるような優しいやつなんです。今回はやっぱ違う、まあ、極悪非道とだけでもないですけどね。なんかそのアンチコメントって言ってもいいアンチコメントと悪いアンチコメントがあってそのいいアンチコメントって大物に俺死ねとかブサイクって言われることなんですよ、デブってね。うん、まあね、デブって言われたからとて、まあお前の方がね、まあ惨めな顔してるんだろうなと思いながらコメント読んでますけど、うん、まあ今回のコメントなんかちょっと違ってね、被害妄想系コメントなんですよ。うん、まあね、まあ、これ以上も話したくないですけど、まあなんかすごいかわいそうなやつが今回来たんでね、ちょっと強がってるみたいに見えちゃうんでね、やっぱでも嫌ですもん。その何人かにそのねディスられたら体がもう嫌だなって思っちゃいます。それをね我慢して今動画撮ってるんでっていうのは嘘ですけどまあね、投稿主さんよ、本当のコメント書いてたのになんで消したんですか、どんだけ自分の評価上げたいんだよってね、いうコメントまずしてきます。 まずこのコメントでね、なんかこの人おかしい人かなって見抜けなかった俺もダメだよね。投稿主さんよっていうのが意味わかんないんだよな。その投稿主ってよりはなんつうんだろうな、難しい。投稿主って言われてもピンとこないんだよ、あんまり。コメントも投稿っていうし、動画も投稿というし、この2つでどっちなんだろうって迷ってね、まあじゃあ俺のことなんかなって思って、でまず本当のコメントって書いてあるじゃないですか。じゃ逆に偽りのコメントって何なんですかって私は言いたいんですよ。うん、偽りのコメントって何って僕は言いたい。うん、本当のコメントって分かんないしね。偽りのコメント消されてないのかな、だったら。本当のコメント書いてたのに、書いてたのにっていうのが、書いたのに、書いてたのにって言ってる時点で、あなた自分でじゃないの、それ。書いてたのにって、現在進行形、過去現在進行形ってやつかな。まあ、最中で消されたってわけでしょ。おめえがいけねえんじゃん、その文からして。そう思いませんか。書いたのにならわかるんですよ。書き終わって投稿したのに、そのコメントが消されてんじゃなくて、おめえの場合は書いてたのにって言ってるんですよ。その文から見ると、書いてて、この文ね、死ね、キモくらいのキーくらいで、あ、消されたってなってるのが、あなたのコメントで言うと、そうなるんですよ。書いてたのにっておかしいんですよ。だから、勉強、宿題してたのにコーヒーをかけられましたみたいな。宿題をしたのにコーヒーをかけられましただと、やっぱ意味が違ってくるじゃないですか。宿題し終わった、コーヒーかけられた。宿題してる最中、コーヒーかけられた。で、まずコーヒーかけられたっていうのがなんかね。だから、あなたの消すっていうのと、今コーヒーっていうのは、宿題にやっぱコーヒー、紙プリントなりにやっぱついたら、ね、提出しにくいじゃん。コーヒーのね、プリント出すのも、どうかと思いますし。そういうことです。うん、で書いてたのにっていうコメントがまずおかしい。うん、書いてたのになんで消したんですか、まずなんで消したんですかもおかしいんですよ。そのなんでお前が勝手に俺が消したと妄想してんの、通知来たのか YouTube 様から、あなたのあれちのあれちのあれちのマジで書いたコメントは、投稿主羽島京志郎によってコメントが削除されましたと、異議申し立てはありますかみたいな通知が来たんですか。うん、来てないでしょ。でどんだけ自分の評価を上げたいんだよっていうのも、これもなんかね、まあ、H1 グランプリつながりだと思うんですよ。こいつもなんか H1 グランプリでま出てね、うん、
でどんだけ自分の評価上げたいんだってなるね。まずそれってちょっと後ろめたいコメントじゃないの、消されるような後ろめたいコメント。いいコメントだったら絶対評価は上がるじゃん。上げたいんだよってことは相対的に上げたい、あなたが言ってるってことは相対的に評価を上げたいんですよ。だからそのあなたが書くコメントによって相対的に僕の評価が下がるってことですよね。すなわちあなたがコメントしなかったら元の評価、そのコメントするより評価は高いってことなんですよ。そういうこと分かりますか皆さん。だからまあね、でその死ねってコメントがあるよりはない方の方が評価が高く見えるじゃないですか。そういうことです。で、あなたが書こうとしてるコメント自体にいいコメントじゃないと思うんですよね。あなたがね、まず最新のコメントでいいコメント書こうと思ってたのにって言ってるけど、まず消されたと思ってる時点であなたのコメントは多分いいコメントじゃないと思うんですよね。後ろめたい気持ちがあるから消されたっていう感情に陥る、まあ、消されたと思い込むだけだと思うんですよ。はい。で、どんだけ自分の評価を上げたいんだよっていうのもよくわかんないですよ。そんなアンチコメント1個や2個消しただけで上がるわけじゃないんですよ。下がることがないだけであって、まあ、なんで自分の評価上げたいんだよって言われるのもちょっとよくわかんないですよね。評価を上げるってどういうことなんだろうな。それは H1 グランプリにとって評価を上げるのはヘキトラハウスに媚びを売ることだと思うんですよ。それを評価を上げるなら評価を上げたいんだよって、なんか日本語も聞いたことない日本語だなって思っちゃって、そんなねアンチコメントの否定的なコメント一つや二つを消したところで評価上がるわけないと思うんですよ。逆にこいつ、あ、アンチコメント消してねえな、もしくはアンチコメントにも真摯に対応してるなっていう点でヘキトラさんにとってはポイントが高くなるかもしれないと僕は思うんですよ。はい。まあね、僕は真面目に解説でどんだけ自分で、まあ、書いたの消したんですかって聞いてんのになんで終わりにしないの、そこで。投稿にしたんよ、まずもうなんかコメント違いしね。なんて言えば、羽島恭志郎さん、私が先週書いたコメントをが、反映されないのですがどういうことでしょうかみたいな、なんかね、消されたんですかって意味わかんないよな。何をもって消されたってまず聞けばよかった。うん。だから俺もなんかね、やっぱ質問の仕方が悪かったんです。で俺はまちょっとボケちゃって、どういうことって、でもねこれどういうことって言うだろ、投稿主さんよって。まあね、おかしいからな、その質問をしてる立場として投稿主さんよって言い方ちょっとおかしい。本当のコメントってまずなんだよって、偽りのコメントは残ってるんですかって俺は言いたい。うん。書いてたのにもおかしいしね。書いてたってことは終わってないんだよ、完了してないってことでしょ。日本語として書いてたのにって、書いていたってことでしょ。終わってないんだよ、日本語として。それはコメント書いてる最中の出来事でしょ。書き終わった最中じゃないじゃん、日本語として。俺日本語として攻めてっからな。うん。で、そしたらなんかイチャモン言ってくるだろうけど、書いてたのにって、書いたのにも投稿したのにじゃん、コメントだって投稿じゃん、書いてたのにってなんかおかしい。コメント投稿したのにって、で、まあ、どういうことって言ったら、だって俺、まあ、だって俺って、なんで喋り口調でコメント書くんだよ。俺、一週間ぐらい前ね。一週間ぐらいにって意味わからない。うん。一週間ぐらい前に、うん。前が抜けてる。一週間ぐらい前。うん。アンチコメント添削コーナーってやるか。俺。題名それだ。一週間ぐらい前です。はい。ね、一週間ぐらいにってそんな単位はありません。過去なのか未来なのか分かんないし、先週もしくは一週間前なぐらいにって、この動画にコメントしたのに消してるじゃないですか。これはいいよな、これ消したのに、したのに消してるじゃないですか。まず決めつけはおかしいけど、日本語としてはしっかりしてるとは僕は思います。うん、じゃないですかって、
なんかコメントなんかその質問する立場としては全然ダメだけど、消してるじゃないですかって決めつけてる、まだなんでそれ消してるじゃないですかって、消してるじゃないですかってね、もう笑っちゃうよね、消してるじゃないですかって。これもやっぱ分かって、そのいろいろなね、アンチってこういうやつらなんだなって分かった。あやなんさんだって、登録この増え方おかしいでしょ、チャンネル登録者買ってるっていうなんて、あ、アンチってそういうやつらなんだなって思ってで、こいつもね、じゃあどんなコメント書いてあるんですかって、そこでお前が書いたコメントをね、書いたコメントをね、なんかその書いたコメントをどんなコメント書いたんですかって俺が返したけど、どんなコメントをなんだけどね、ごめんね、これもう俺も日本語としてダメだった。どんなコメント書いたんですか、どんなコメントを書いたんですかと、書いた投稿したんですかが合ってるけどね、どんなコメントを書いたんですかって言うと、こいつの反応がこちら。なんでまた書かないといけないのですか、あなたが消したんですよね、気持ち悪いな、気持ち悪いな。いや、そこでまずお前なんで書かないといけないんですかって時点で、前書いたコメント覚えてるっぽくね、うん、覚えてるけどあえて書かない感じのコメントの書き方じゃん。それだったら忘れちゃったみたいな、そういう言い訳の仕方できたのに、あの嘘のつき方も分かんないのかなと思って、なんでまた書かないといけないんですかってことは、短い文なのかな、死ねとか、うん、覚えられるようなもので、そこでここで終わるはずなんですよ。その相手がね、ちょっと喧嘩腰で来ちゃって引くに引けない状況になっちゃったから、ここであなたがね、書いたコメントをまた書けば、あ、じゃあ私がそのコメントを固定コメントにしてしますみたいなりすれば、これは終わったんですよ、この論争。あなたがなんかちょっと俺の評価を下げたいがためにね、ライバルだから、うん、俺はライバルなんか思ってねえけど、うん、なんかそのね、やっぱ H1 グランプリでそこそこ再生回数がね、まああなたの方が多いけど、やっぱ2800、3000と同じ体じゃん、一人でもね、敵が減らしたいからなのか分かんないけど、そういうコメントしてくるわけじゃん。うん、まああなたが消したんですよねって、なんで決めつけてんのって思っちゃうよね。だからもう俺ちょっとまあ呆れて、もうローマ字でね、消してないですよって言ったら、嘘がお上手ですねって話変えてくんなよ。なあ、意味わかんねえんだけど。消してないですよとは、ローマ字でさえ俺まだ真面目にコメントしてっかんな。嘘がお上手ですねって。ここでコメントやめればよかったよな。意味わかんないもん。嘘がお上手ですねって。嘘に下手も上手もあるかよってね。嘘って見破ってるんだったら証拠出してこいよな。なんかまあもういいかな。うっ、吐き気が出る、気持ち悪い、こいつと喋ってると。まあいいか、ネタせっかくの、もうこれがね、もうゆらか一応これ4本目の動画ですよ。嘘がお上手ですねって言って、まあ、俺がね、エイプリルフールはもうとっくに終わってますよって優しく返してるんですよ。いや、引っ掛けてないですけど、エイプリルフールに引っ掛けていると思っているとか、草とか、草って返してたけど、もうプチンって言いまして。でも、プチンと来てもなんか友達みたいなね、ノリでね、草通り越して宇宙って言ったら、なんかこいつね、いや、マジブーメラン飛んでて大草原ですわ、再生回数負けてるやつが言うなよってね。多分この人なんかね、悲しいんでしょうね。いや、その受け取り方がもう曲がってるんですよ。草通り越して宇宙って言ってるのって、ちょっとまあ面白いとは思うんですよ俺は。え、森じゃないの、宇宙なのっていう、ちょっと人した小ボケなんですよ。それなのにもうこの人気づいてない、ユーモアがない。はい、うざいね。俺もユーモアねえけどな、まずこんなことで突っかかってるんじゃね。まあなんか、いや、そこだからもうで、ブーメランですわーって意味わかんなくね。草通り越して宇宙ってね、一体何がブーメランなのって話だよね。なんかもう
ブーメランって意味わかんないよな。何言ってんだろうな。それでなんか再生回数の話出してくんじゃん。で、大草原って言ってるけど、お前、宇宙よりも一個上の位のやつ出してこい。そういうルールだろ。何が大草原だよ。森でさえねえじゃねえかな。俺、草通り越して宇宙って言ってんだぞ。な、宇宙と大草原どっちが強いですか？宇宙の方が強いだろ。なんでお前はそのセオリーを無視して宇宙よりも弱いな大草原出してくんだよ。俺が草通り越して宇宙って言ってんの。したらもうなんか地獄みたいなの出してこいよ。魔界とか無の世界みたいな感じで出してこいよ。なあ、そこの時点なんだよ。セオリーとしてやっぱり大草原って言われたら森、森と言われたら地球、地球と言われたら宇宙みたいな感じでやんなきゃダメだと思う。ダメ。まあその時点でも失格。何の資格か、これ、バツ、バツ2個。できない。バツ3つ。はい、もうバツ3つです。まあ、再生回数負けてるやつが言うなよって言ったこの人が上げた動画見ましょうか。はい。ねえ、この人いろいろ面白いことしてるんですよ。まず、動画時間が1分超えてますね。何が、甘えじゃね、1分以内に収めることができなくて、すいませんです。すいませんでいいのに、でしたって意味わかんねえな。けど自分なりにうまく聞けたと思うので評価お願いします。他の挑戦者には言うけど優勝するのはこの俺だって。まあまあまあ、いいすごい。ピアノの演奏はねケチはつけませんけど、まあ、1分超えてるし、いや収めなくていいしね。普通に動画どこしらいいのに。うん、であなた動画って、まあまあまあ、ちょこれは見ますか一応ね。俺もうブチ切れてるな。なんでこんなにブチ切れてるんだろうな。1分間の動画を投稿してください。ねえ、まあ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 、まあ、これ動画なんですよね。はい、あなたがやってるのって音声ファイルですよ。いや画像をなんか引っ張ってきてなんかベチンって、元は動画かもしれないけどあなたがやってることってなんか音声ファイルみたいなのに過ぎないんですけど、なんかやってることが、いやだって動いてないじゃん。指動かしてるとことかやればもうそれ動画なんですよ。動画って言葉知ってますか、まず。うん、ね、動画じゃないよそれ。まずあなた、僕のは確かに低クオリティかもしれないけど動画です。一応動いてるんで、あれって音だけです。だからこういう状態、こういう状態、こういう状態、うん、わかる、こういう状態。うん、でまず面白い動画を上げてくださいっていうのにピアノ弾いてくるっていうね。うん、面白いね。で逆に面白いよね。面白い動画上げてくださいって言ってんのにピアノ上げてくるってね。めちゃくちゃ面白い。マジ笑いのセンスパネーよ、ユラ会長さん。面白い動画上げてくださいって言ってきてんのにピアノの動画上げてきちゃうんだもん。やべえよマジで。うん、空前絶後のセンスだと思うよあなたのセンスは。うん、でそれでなんかまあ優勝してやるからなって。まあ、いろいろルールバチクソに破って挙句の優勝っていうね。いやすごいなお前って思っちゃうけどね。いや逆に面白いよね。うん、お前の面白いって思うものがピアノなのかと。確かにお前はピアノを楽しいって思ってやってるだろうが、ピアノやりながらお前は腹抱えてんのか、腹抱えて笑ってんのかって話です。いや面白い面白いピアノ面白いって言いながらピアノしてんのかどうかはもう定かではない。まあ、してないでしょうね。そんな演奏者見たことはない。うん、ジェリーリーもびっくりだよね。いやジェリーリーのなんかそのダメだな。ジェリーリーもびっくりですよ。ユラ会長スタイルできちゃったね。こう弾きながらって言われながらやる。あっぱれ。うん、アンチコメント添削コーナーで。で花でね、まあ大草原って言ってきたから、俺が原っぱで日向ぼっこ気持ちいいですわって言ったの。そしたらニートに言われたって。やば。返す言葉なくて意味わかんないじゃん。何、日向ぼっこしてたらニートなんですか。意味わかんないんですけど、確かに僕はニートですけども、
まあね、ニートだけど僕の方があなたより徳を積んでます。残念ながらニートの僕に人徳を負けているユラ会長さんでしたってね。終わりませんけど、いやニートに言われたって、その煽ってもなんかその煽り文句ニートで言ったらこいつ傷つくだろ。全然傷つかない。うん、バカに何言われたって傷つきやしねえよ。おい、なんかね、残念ですよね、一言僕が言うのはね。あ、まあ、まだ終わんないけどね、もう全員ボコボコにしていきますんでね。で、ニートに言われたいや、何笑っとんねんって言って、で一緒に生放送でお話もしてるって言ったら、なんでって言ってきて、てか寝てたわ、だってあんたの生放送に出たら価値下がるからね。確かにそのね、言いたいことは分かるんですけど、言いたい、あのね、書いてることは分かんねん。あんたら生放送に出たら価値下がるって何の価値が下がるんでしょうか。主語がありません。主語っていうのかな。あなたの価値が下がるんですか、何の価値が下がるんですか。あのね、確かにまあコメント見れば分かりますよ。まあ僕は理解力神なので、まあ大体あなたの言いたいコメントは分かりましたけども、まあ、あの何の価値が下がるんですか。いや、それは俺がコメントしてるから俺の価値が下がるからってしても、いや分かんないよ。ここら辺になんか、なんか食べ残しのレアベイクドチーズケーキの価値が下がるかもしれない、もしくはここに立てかけてる嵐のポスターの価値が下がるかもしれない、もしくはスプラトゥーン2の価値が下がるかもしれない、もしくはそのビットコインの価値が下がるかもしれない。価値っていろんなものにありますから一概には言えないんですよ。むずい、まあこれですね。で、ゆらちゃん、ゆら会長さんがね、米読み雑談に、まあ、来てくれて、まあね、アーカイブですけど、まあ、上からやめましょう。だってね、いいコメント、せっかく書いてあげたのに消すし、それなのになぜか喧嘩、打ってくるからね。専門ドックちゃうわ、喧嘩は。なあ、ね、喧嘩打ってくるねって、専門ドックみたいな。なあ、野球の球打つみたいな感じで、喧嘩打ってくる。売るだろ、売却の売る。ねえ、やばいよそれ。お前ニートに漢字の力負けてどうすんねん。それガチでやばいと思うよ、本当に。なんかニートになんかその漢字力で負けてるっていうか、打ってくるって面白い、マジでね。お前逆アンチと見せかけて俺は笑わせに来てるね。体を払ったね、面白人間でした。いや、終わりませんけどねいやー、それなのに喧嘩打ってくるからなーって、いいコメントをせっかく書いてあげたのにね、で書いてあげたのにとか思ってんなら一生書くんじゃねえ、コメントなんかや。あ、そんな上からの立場でコメントされたってな。じゃあコメント消すわ。そんなコメント消して当然だ、そんなやつや。あね、コメント書いてあげたのにって、どこぞの王様じゃ、キモいの。平等じゃ、みんなコメント打つ人もなあ、動画作るやつも見てるやつも全員平等なんだよ。誰かが飛び抜けて偉いなんてことはない。それなのにコメント書いてあげたのにってよ、気持ち悪い。いつまで自分が上だと思ってんだ。はい、ということでね、チャンネル登録者だけじゃ語れんもんがあるですさかいに、気にしまらんなーって。で、この人ダッセーのがね、自分のチャンネル登録者のやつを引っ張ってきたんですよ。何人そのアンチ自分のチャンネル登録者が来たと思いますか。3人でございます。はい、残念ながら3人しか来てございません。まあ更新されたら何人か来るでしょうけど、370人ですよ。370人のチャンネル登録者がなんと3人しか連れてこれませんでしたってね。ピタリ賞はありませんでしたみたいな、ハドリさんみたいな。3人、3人ってね。でね、これでね、なんかで天空 TV って、この人全て自分が頂点だと思ってるのけ、てか負けてるのにさ勝負するのは間違ってるって、天空 TV と天空と頂点をかけてこの人がコメントしてくれたのかなと思ってるけど、負けてるのにさ勝負するのは間違ってるぜって。俺ボロ勝ちなんですけど。
で勝負ってマジこの人何コメントしてきて、なんでこのコメントの内容知ってんの。この時点でなんか伝書バトじゃん。こいつらボコボコにしてるかなって思って見たんですよ。こいつらのチャンネル登録してるの見た。全員ゆら会長チャンネル登録してまして、で信者3人しかいないチャンネルどこだ、ここゆら会長っていうことね。めちゃくちゃおるかんな俺は。やばくね。3人から来てコメント、まずこれニートで腐って。何そのコメント面白、ニートで腐ってね。えでも残念ながら私はあなたより頭がよろしいでございます。そして人徳も積んでおるでございます。あっはっはっは、あっぱれあっぱれってことね。万歳万歳、人生万歳ね。ニートで腐って怪獣なくね。ニートで腐、笑ってくれてありがとうございます。何こいつどんだけ低能なんだよ。そんなさ、俺のな、まず俺の雑談生放送2時間のアーカイブ見たか。あのトークを見ても俺のことは低能だと思うか。まずこの動画見てる時点で俺はもう、あ、この人頭切れるタイプの人だと思うだろ。お前よりは頭がいい、うん、残念ながらね低能なんだよって。なんかそのテンプレ煽りみたいだよね。まあね、ゆら会長さんはね、桜をね雇っても3人しか来ない人でした。まあ残念なことです。うん、なんかね、でどんだけ荒れてんだよってこの人、おめえが連れてきてるのに3人しかいないんですけど、ね、もしくは自分の福赤ですか。まあね、まあ、ゆら会長さんとは仲良くしていきましょうということね。まあ、楽しかったです、うん、ゆら会長さんのおかげで久々にね生き生きできる僕ができたんで、楽しかった、楽しかったよ、うん、やっぱりさ雑魚いじめるって楽しいな。うん、まあね、いやー楽しかった。でもかわいそうな人ですけどね、うん、うん、なんかかわいそうな人ですよね。チャンネル登録者370人いて連れてこれるのは3人ですよ。いや俺なり1人しか連れてこれないのかなということでね、まあかわいそうな人でしたね。みんなもね、こういう人にはならないようにね。あ、まあ、俺も同じく、俺みたいなやつにならないで、ね、こんなひねくれた人間でね、あのなんか、かわいそうなね、人をボコボコにしてやるような、かわいそうな人間にはならないでください。みんなはね、そういう人がいたら手を差し伸べてね。でもこういう人、愚民なんで、あの手を差し伸べてきても、その手で引きずり込もうとしてくるので、その時は手首切ってやれ。うん。一生その手で作業できない手にしてやれ。まあ、こういう人ってね、調子乗ってるからね。下手に出りゃよ、あんなコメントしてきて。喧嘩打ってきたのにって、なんやそれって。コメント編集しろよなあ、それくらい。気づかんのけ？うん。まあね。かわいそうな人でした。まあね。楽しい。まあね、これからもね、こういう活動、まあ、アンチコメント添削コーナーということでこういう活動をしていきます。もしよかったらね、その面白いアンチコメント書いてください。もしくは面白いコメントなり、まあね、あの用語的なコメントするんだったらどんどんつまらなくてもいいんでね、うん、まあ、アンチコメントする人は面白くないとダメです。逆に面白かった今回は。あの、そこまでポンコツなんだこの人ってね。うん。ポンコツすぎて逆に面白かった。あ、大きに。よくわかんないな。いや、でもね、楽しい。いや、アンチコメントはね、ボコボコにするって楽しいですよね。まあね。楽しかった。このね、経験を糧にして、これからもね、動画やっていこうと思う。じゃあね。
これからはアンチコメントはその動画だけで返します。すっごい顔がね。いや、30分長い間ありがとうございました。